言えなかったら痛みがわからないままで、うん、心が死んでいくんですよ、うん、それが聖霊様の働きですから、うん、聖霊様が罪のためにあなたは痛いということを教えなければ私たちは罪の中に死んでいく。先ほど言ったその姉妹もあなたはおそらく大きな意味で大きなドロップアウトをしていません。でも私のように大きく道を踏み外したもの、罪を罪として感じなくなっていったものが神様が全部許してくださるから罪に対して敏感ではなくてもいいんだという意識を持って救われたなら、一つじゃあ間違いをしたらずっと犯し続けますよ。そうじゃない、聖霊様はその罪の痛みも罪の怖さを、神の怖さ、それを教えてくださるものですから、うん、私たちはきれいになった心をこれ以上汚したくないという思いが許しの本質なんですよ、うん、だから二度ともう罪は犯したくないというね、原則に立たない限りは私たちは信仰の成長はありえないんではないかという、お話をしてきました。ですからパウロだってそのローマ書の7章において私は惨めな人間だって言ってるんですよ。善を欲しているのに悪をしてしまうんだ、ね、なんと私は惨めな人間なんでしょうかっていう告白の後に続くね、この8章の一節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって言ってるんです。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。私は惨めな人間だと言っていても、この神のイエスキリストのこの十字架の上がらないと復活によって私たち罪に定められることがないんだ。だからといってさっきのその姉妹のように罪を全部許してもらえるからっていうその信仰にいて罪に対して軽視をするならばそれは神に対して私たちは感謝が私は足りないと思います、うん、